手術用、ロボットロボット支援手術とは、マスタースレーブ型内視強化手術用の、ロボットマニピュレーターを用いた手術である。こうした用途に使われるロボットは、手術支援ロボットと呼ばれる。強行内視腹腔の内視強化手術用ロボットとして、患者への低侵襲な手術を可能にするために、3D カメラを備え、アームの先端には、人間の手首に相当する関節があり、 先端を自由に曲げることができる。手術そのものを代行するロボットだけでなく遠方にいる医師が診断や助言など遠隔医療で関われるようにする通信、画像技術、病変の発見などを容易にする人工知能などと組み合わせて運用するシステムの研究、開発が進んでいる。もともとは1990年代にアメリカ陸軍が 軍用に開発を依頼したものである。米国本土、またはアメリカ海軍の航空母艦に滞在中の医師によって遠隔操作で戦場の負傷者に対して必要な手術を行うことが目的とされた。しかし、湾岸戦争が予想より早く終結したために、開発は軍の関与を離れ、以後民間で開発が続けられ、1999年にダヴィンチが完成。 2000年7月にアメリカ食品医薬品局より承認されたイントュイティブサージカル社や複数の企業で開発・生産される。日本の東京工業大学では空気圧を使用した手術支援ロボットの開発が進められる。空気圧を用いることによって幹部に触った力を監視につながった空気圧シリンダーを通じ手術者にフィードバックできる。 代表的な機種であるガビンチは2014年までに、米国2153台、欧州322台、アジア322台、全世界では約3100台が導入されていて、日本国内では2015年末時点で、大学病院を中心に211台導入されている。中華人民共和国は、天津大学、南海大学、 天津医科大学の共同プロジェクトとして、ダヴィンチに、売り二つの、名手、A という名称の手術ロボットを開発し、2010年7月天津市、科学技術委員会が承認した。その他に、前述の東京工業大学やグーグルでも、類似のロボットが開発されている。ダヴィンチの主要特許の多くが2019年に、期限切れとなったため、各国で開発が盛んになっている。 川崎重工業とシスメックスが共同出資で設立した企業メディカロイドは日本国産初の実用手術支援ロボット、日の取りサージカルロボットシステムを製品化した。ありがとうございます。